ケツを蹴り上げてやる。 タイムもこれで終わりだ。 デクスター、 オンに切るぜ。 いいんだマット。 あんたを本気で裏切りそうになったそのツケがまだまだ残っているからな。 俺が始末してやろうか。 いや、お前はハニーズたちと一緒に建物の安全を確保してくれ。 俺はウェルズリーを思う存分ぶちのめしたというトロフィーを手に入れてくる。ハザードタイム！いい加減諦めて撃たれてしまえ。おっと、まずいな。ちょっと待て、ちょっと待て。おい、やつやめろ。それはやめろ。 さあ、かかってこい。待ってくれ。社の CEO として仕切り直しを要求する。黙れ、バカ社長。やったな、マット。ああ、QA も生きていてくれればよかったのにな。ちょっと、勝手に殺さないでよ。私は生身の人間よ。アバターを消されただけ。 ちょっと待ってて。顔を見て話せるように設定してるから。ほら。わお。アバターもなかなかと思ってたが、本人を見ると本格的に心を奪われる。ちょっと、キュウ。嫌なやつ。男。 まあね、焼肉店のお誘いはなしかい。いや、そういうわけじゃないんだが、ただ。<笑>冗談だよ。私はクエンティン・A・マイヤース。マラソンメガソフトのシニアプログラマーだ。君の初期の作品に関わったメインプログラマーの一人さ。あの社長によくリストラされなかったな。ああ、なんでなのか理由を聞きたかったけど、社長はゲームヒーロー組合に連れて行かれちゃったよ。社長がいなくなったんじゃ、会社もおしまいだな。 いや、大丈夫。ウェルズリーが会社を買収すると聞いたとき、株の 49% を買い集めておいたんだ。奴が退任した場合に経営権を獲得できるようにね。
そりゃおめでとさん。だが我々はどうなるんだ。社長になった以上、これからは僕が好きなゲームを開発できるってわけ。古き良きシリーズを復活させるつもりだよ。おめでとうマット、これで完全復活だ。君流に言えばそう。お待たせ、ハザードタイム。
おのれ、マッドハザード。